こんにちは、メッセージありがとうございます。まあ、DAIGO さんね、あの炎上発言の後、次の日には生ライブで謝罪をされたようですね。まあ、これに対して、まあ、いろんな考えを持たれている方がいると思います。大多数の方は DAIGO はけしからんということだったと思うんですけども、でもね、 DAIGO さんの声がたまたま私たちの耳には届きましたけども、あのぐらいのことをね言う人はね山ほどいると思うんで、 DAIGO さん一人を責めて終わりってことにはならないと思うんですよね。で、なんと言いますかね、 DAIGO さんは個人一人をこう上げつらって何かを言ったわけじゃなくて、まあ一つの考え方を言ったっていう、まあ言論の自由の範囲ですよね。まあそれが侮辱と捉えられる方もいれば、まあ、その通り当然だっていう方もいらっしゃって、まあ、やっぱりね、人の意見考えっていうのは様々で、しかも変化しますよね。私は少なくとも、間違ったかなと思った発言に対しては、まあ素直に謝罪をしてやり直せばいい方なと思うんですよ。まあもちろん言ったことに対してすぐに許されたり、許されなかったりっていうのはもう人それぞれね反応は違うと思いますけども、ただ、まあ、何かのね厳罰に処されるものとか、まあ、権力も持ってないわけですから、まあ、その謝罪の後にさらに追い打ちをかけるように責め立てるのも、まあ、違うんじゃないかなと思いますよね。少なくとも私に関しましては、私に言われたわけではないんで、とりあえず腹は立たないですね。ただ、まあ、それはないんじゃないのという気持ちはありますけども、あ、でもそういう気持ちなんだよね、と。要するに、私とは違う人の発言ですから、自分と違う意見でもしょうがないかなと思ってるんですよ。もちろん、ホームレスの方を叩いていいよとかね、生活保護の人を軽んじていいよってことにはなりません。というのがね、私普段から生活保護の、待遇ってのは悪いんじゃないかなってことで活動しております。そしてホームレスは自分自身が体験してますんで、とてもじゃないけど、私はホームレスとか生活保護には、進んでなろうとは思いませんけども、まあなったらなったで、それなりの暮らしを楽しめるかなと思いますし、結局、DAIGOさんの立場を叩く人がいるってことは、金持ちとか富裕層には分からねえよみたいな感じで、結局はね、攻撃をしてるので、やり合いになっちゃうんですよね。まあですんで、謝れば全てが済む問題ではないとは思うんですけども、でもね、謝罪をすることができない人は、まあ最低だと思うんですよね。でも、まあ、すぐに謝罪ができたっていうことで、私はそんなにね、悪い評価はしないつもりですよ。まあ、そんなとこですかね。こき下ろすようなことは、まあ、してもしょうがないのかなと思いますよね。で、ここにね、所詮彼は資本主義の申し子というようなね、形で書いてますけども、資本主義社会に私たちは日本という国に住んでますんで、それはある意味仕方がないのかなと思います。資本主義でないとしたら、専制主義とかね、それから独裁主義みたいな国だったら、多分、DAIGOさんはどういう立場なんでしょうか、そして我々はどういう立場なんでしょうか、どんな目に遭わされていたんでしょうかってことを考えると、まだマシなのかなと。要するに日本という国はなんだかんだ言ってもね、ホームレスの方が叩かれたりとか、生活保護の人が税金をタダで食ってるとかいう人いますけども、結局は社会全体でそういう人も認めていこうよっていう風潮があって、もちろんそうじゃない人もいますけどもね、そして十分ではないにしても、その保護制度ってのがあるんだろうなっていうだけでも、他の国よりも随分ね、手厚いと思うんですよ。で、他の国は、そんなことをする必要がないというふうなね、権力者の意向と国民感情によって、何の補助もない、そんな国が多いと思うんですよね。そこよりは随分マシかなと思いますんで、まあ、資本主義の申し子によって私たちは恩恵を受けてるところもあるのかなってことになっちゃうんですよね。で、さらにね、メッセージ続くんですけども、私に言わせれば、なんやかんやと書いてます。謝罪さえ形を取りさえすれば、誰に何を言っても侮辱しようが、形としての謝罪をすれば、白紙にできると思ってるのかなってこと。要するにね、謝った人をさらに追い込んで、謝って済む問題じゃないって言ったら、もう出口がなくなっちゃうんですよね。だからそれは結局、自分が直接被害を受けたわけではないのに、なんかね、正義の盾の、後ろに立ってね、さらに、なんか叩きまくるというね、叩いた人を叩くみたいな構図ができちゃうんで、ちょっとこの辺で火を消した方がいいんじゃないかなと思ってるんですよね。で、いろんな考えがあっていいんですけども、結局 DAIGO さん一人を貶めたところで、同じような考え方とかね、それを誤りもせずに堂々とこれからも言ってのける人とかやってのける人は山ほどいるんで、じゃあそれ全部に戦いを挑むんですかってことになっちゃいますんでね、そうではないと思うんですよ。そういう考えの人がいたり、そういうことを言う人がいる、修正する人もいればしない人もいる、その中で自分はどう思うのか、そして何をやるのかってことですよね。少なくとも DAIGO さんの言葉ではないですけども、 DAIGO さんの
施しとか活動によって救われた人は何万といてですね、多分私たちがどんなに逆立ちしても叶わないんです、そこは。だからといって全てが帳消しになるわけではないですけども、発言によってまあね、もしかしたら不愉快にさした人はいたかもしれませんが、活動によって、豊かになった人がその数倍数十倍いるっていう現実があってですね、それに引き換え私たちがどれだけ大悟さんを非難しようと叩こうと、私たちはもう誰も何もできてないというね、自分のことで精一杯という、そんな現実があったりするんですよね。ただやっぱりね、やっぱりいい言葉をみんなでお互いに使いたいですよね。で、あとね、大悟さんを弁護するわけではないんですが、大悟さんはあえて辛口を言いますよっていう辛口のパターンでズバズバと言ったんで、あそこだけを抜き出して大悟さんに悪い印象を与える形でトピックを作った各メディアやね、ネットの記者の方はちょっと不公平だなと思いますよね。あれ全体を見るとね、大悟さんは言ってみれば何ですかね、まあ強い言葉で例えたと言ってもいいぐらいのものなんですよ。全体を見ていただいたらね、そうなるんですよね。もちろんその一部分だけがものすごく鋭く突き刺さるものだったら、やっぱり表現はね控えなければなりませんけども、でも大悟さんはちゃんと前提をね申し上げて、覚悟してくださいよと、こっから言うことっていうのはこういうことですよって、覚悟してくださいよって形で発言してますんでね。だからその前提があったのに、あまりにもね叩きすぎかなという気はしますね。でしかも大悟さんは即謝罪をして、今まで一番悪いことした、これからは償いの活動をやっていきたいんだっていうことを言ってますから、もうここまででいいんじゃないかなと思うんですよね。で私たちはね、言論の自由がありますから、そしてその言論を聞くのも聞かないのも自由なんですよね。今回たまたま大悟さんの言葉が私たちの耳に届いてしまいましたけども、もっと激しく生活保護の人とかね、ホームレスの人を攻撃するような言葉を使っている人はまだまだいますから、どちらかというとそういうふうに言っている人にね、私たちは、もっと力を向けていかなくてはならないのかなと思います。大悟さんを一人をどうこうしてね済む問題ではないと思います。でもここではっきりしたのは、ああいう言葉に対してものすごくね、私たちは嫌悪感を持ってるってことですよね。ホームレスの人であろうとも、生活保護の人であろうとも、尊重しようよって気持ちがあるっていうことだと思うんですよ、大悟さんを批判した方はね。ということは、じゃあこれから私たちはどんな活動をするんですか。大悟さんと同じようにホームレスの方に寄り添ったりね、生活保護の方にもっともっと待遇手厚く、生活保護費は10万じゃ足りないでしょ、15万20万にしていきましょうよっていうふうになっていくのか、それがだからただ単に大悟さんを叩いただけなのか、本当に正義の念にね駆られて、大悟さんの言葉は良くないんじゃないかなって言ったところの境目ができると思うんですよ。大悟さんを叩いて、ああすっきりした、はい終わりでは、本当に悪いのは誰だったんでしょうかということになっちゃいますよね。ということでね、今回はいろいろと考えさせられるようなエピソードでございました。ただこれね、大悟さんが言ったからっていうわけじゃないんですけども、これね初めてじゃないんですよ、こういうことって。今までも何回もこういうことあって、どっかの著名人がこんなこと言った、けしからん、謝罪、これ繰り返しありますからね。だから今回大悟さんの発言に対してけしからんっていうふうにね、初めて思った人ってのは、もうちょっと遡ってこの論争ってのがね、今まで何回も繰り返されていて、しかも解決に至っていないってこと、これを知ってみるとまた考え方変わるかもしれませんね。それでは本日は以上です。